こんばんは。巷でイエールの成田氏が炎上してますが、彼は例えだけど本心で老人自決と思ってないですよね。まあ思ってないと思いますけど、別に成田先生が氷結だっけのウェブ CM から降りたというのが成田さんにとっては大したダメージにならないと思うので、なんかふんそうなんだへーぐらいの話だと思うんですよね。このいうような発言をする人を世に出すべきではないみたいので、成田さんを CM から下ろしてやったーみたいになってると思うんですけど、でも成田さんの発言っていうのは他のテレビ番組も出てるし、ウェブ系の番組も出てるし、で思ったこと言ってるし、まあもともと別に学者としてじゃあこういう証明をしました、論文を出しますみたいなことをやってたりする人なので、なのでそういう意味で彼を止めるというのはなかなか構造的に難しいんじゃないかなと思いますけどね。というわけで、なので成田先生のこと嫌いだよねっていう人がそういうのをこう止めようとするってのがあるんですけど、ただでももともと確かサワーのウェブ CM をすでにもう一回やってるはずなんですよね。なんで今更っていうふうに割と僕は思うんですけど、はい。ただその結局世代交代論みたいなやつを高齢者の寿命が伸びてしまっていて世代交代が進まないよねという構造論にどう解決していくかっていう議論ができないようになったままなんですよね。養老孟司さんが成田先生の発言に対してどっかで書いてるのを見たんですけど、世代交代というのはいずれ必ず起きるものなのだから、いちいち言うものではないというのを養老さんは言ってるんですけど、僕がそこが事実認識の間違いがあると思っていて、要はその年金というのができた世代って日本人の平均寿命が60代70代だったんですよ。若い人たちが年金を出したとしても別に支えられたよねっていう構造だったんですよ。で実際年金の払い込んだ額と受け取る額というのはそこまで差がありませんでしたという時代のそのシステムができました。でも今の時点で年金って今の高齢者の人って払った額よりも受け取る額が3倍だったりするんですよ。1000万円年金をこう払いましたとしたら3000万円もらえます。でその2000万円どっから来てるのっていうのはもう若い人が払ってるんですよ。だからそれ相互扶助じゃないよね世代交代論じゃないよね、もう金額違うよねっていう、そこの相互扶助じゃないよねっていう事実認識がずれてるんですよ。でもその高齢者の人たちって養老孟司先生って割と頭がいい人でもありながらそこの事実認識が分かってないんですよ。で高齢者の人数も違うんですよ。昔は高齢者は平均寿命短かったので、その100歳になる人って本当にレアだったんですよ。なのでそのなんか金さん銀さん100歳すごいねっていうので高齢者で生きてる方っていうのはなんかありがたいよねっていうのがあったんですけど、今ね100歳過ぎてる人ね確か2万人ぐらいいるんですよね。なのでもう明らかに高齢者の人口多いんですよ。100歳とかって60代70代からさらに30年生きてるわけじゃないですか。そのさらに30年の生活費を全部働いてる若い人が払ってるんですよ。でも高齢者は働けないから仕方ないじゃないかという論理は僕もわかるんですよ。なので高齢者も生きていかなきゃいけないからしょうがないよね、そこはわかる。ただどっちもどっちだよねとか、若い人はなんかその負担がいつかもらえるんだかってもらえないんですよ。もう年金だって下げるって言ってるんだから。なので若者の負担が多すぎちゃって今子供産めないよねってなっちゃってるので、今のシステムというのはそもそも破綻してるよね。まあ、その長期的にも破綻が確定してるよね。じゃあシステムを何とかしなきゃいけないよねというのを、その昔からいろんな人がいろんな言い方でしてたんですけど何も変わってなかったんですよ。でそれを言い方としてはどぎついですけども、その抽象的に例えばじゃあそのなんか大企業の社長とかで80代とかでザラにいるし、もちろん政治家でも80代がザラにいるじゃないですか。でそれ良くないよね、せめてじゃあ企業の社長とかそのなんか政治家っていうのはもう60代ぐらいで引退しようよと。でその引退というのをその自分で首を切る、首を切るっていうのって別に首になるという表現するけど、本当に刃物で首を切るっていうわけじゃないじゃないですか。ただ社会的にもそうやって自分で自分の首を切るとかっていうのをやってくれないと世代交代進まないませんよって話だったんですけど、もうそういう議論すら許さねえっていう状況になってしまってるんですよ。そういう議論をしてしまうと高齢者の取る額が少なくなってしまう可能性がある、だから嫌だっていう、生理的なのは分かるんですけど、このあと少子化進んで日本ってこの先どうすんのっていう、
若者に子供がないから、あ、若者にお金がないから、お金がないと結婚はしません。で、結婚してないとやっぱり子供は生まれません。なので少子化はどんどん進みますと。なので日本人の国家というこの先の未来で考えると、今変えないとまずいよねっていうふうに割と考える人がいるんですけど、残念ながらその人たちは少数派で、変えるべきではない、成田悠輔みたいなやつを世に出すべきではないっていうのが多数派っていうのが現状かなと思うんですけど、日本人の人数はどんどん減ってるんですけど、外国に住む日本人の人数はどんどん増えてるんですよね。でもちろんあの中国人とかも結構外国に住む人どんどん増えてるんですけど、あの結果としてその社会の仕組みを変えるのは難しいけど、自分の生活だったり自分の家族の生活を変えるのは可能だよねっていうふうに考えると、じゃあ海外に拠点作った方がいいよねっていうふうになってしまうというのが今の日本の構図なのかなと思うんですけど、そうですよね。